攻撃は1番から始まります。智弁和歌山9回の裏です。サヨナラのランナーを送りました智弁和歌山。やはりね、高めにストレート入ってきますとね、シェッとスイングしてきますからね。2番ショートキャプテンの堤野です。そして一塁ベースは空いていますが、3番ホームランの竹内、4番ちょっと足の具合が心配な池辺と続きます。あのすごいホームランの直後です。一塁ベースは空いています。さあキャッチャーは座るか立つかというところですが、はい、まあね、あ、このケースはやはり勝負ですか。勝負ですかね。キャッチャーは座ってます。勝負だ。ランナーは止まった、止まった。あーっと、ワンアウト一塁三塁。初球、はい、明らかにバッテリーは勝負に行きました、それもストレートで入ってきましたよね、それをものの見事に竹内君ね、弾き返しましたね。で今はバックホームの返球をキャッチャーがおそらくあの顔面に受けたと思うんですが、まずこの当たりで浅めのライト、まあ、これはセカンドランナー無理ですね、止めました。あ、ちょっと最後跳ねたんですね、跳ねましたね、イレギュラーしたんですね。しかしね、まあ、今日は4試合、準々決勝最後のゲームで、まあ、グラウンドは若干プレー中にね、こういったイレギュラーも致し方ないところですが、顔にその打球が当たり、打球といいますか返球が当たりました。キャッチャーの永瀬がベンチに戻っています。まあこれは結果論ではありませんが、ワンアウト二塁で一塁ベースを空いていますが、まあ、サヨナラのケースですから、塁を埋めた方が守りやすいことは事実なんですが、そうでしょうね、ただまあその平田監督としてもね、ここまで投げてきたその勝木君と永瀬君のバッテリーにね、もう任したということでね、やはり勝木君は勝負に行きましたよね。そうですね、投球数が129球となりました。この勝木連投です。まあ、昨日は69球しか投げていなくて、7回からリリーフを送りました柳川高校ですが、どうでしょう、この智弁和歌山の何かこう、じわじわと来るね、そして一気に8回に爆発した13安打を打たれていますが、まあ、今この勝木投手の心境を考えますとね、まあ、強気の勝木君といえどもね、ストレートを甘いところに投げたら弾き返されるという意識は十分あるんじゃないでしょうかね、内野手、外野手、外野手までも全員集まった柳川高校。まだキャッチャーの永瀬選手の治療が続いています。ライトからの返球を顔面に当てました。今影になっていますが、まだ治療が続いているようです。目のあたりに当たったでしょうか、今冷やしているようなジェスチャーが見えましたね。そうですかね。まあ、ここはサヨナラのピンチ、しかもキャプテンですからね、永瀬は、今
情報が入りまして次の打順4番の池辺なんですが、これはあの智弁和歌山のセンターです。先ほどあの足を痛めた池辺選手の情報が入りまして左のすねを打撲したということで骨には異常はない見込みということで、あ、いますね、ネクストバッターサークルにいます。したがってこのまま池辺がバッターボックスに入るようです。左のすねを痛めましたが骨には異常がないということです。打撲で、まあ、これは良かったですね。4番バッターです。ひねって捻挫とかいうことになるとね、そのなかなか回復しませんけども、しかもこのサヨナラの場面に打順が回ってきています。一方柳川高校のキャッチャーの永瀬の治療はまだ続いています。マウンドでは勝木投手が投球練習をしていますが控えの別のキャッチャーがボールを受けています。次の球が130球目になります。センバツでは5安打に抑えましたが14奪三振を奪いましたが1対0で敗れました準々決勝。この夏も同じ智弁和歌山と準々決勝ベスト4を争うことになりました。13安打ホームラン2本、奪った三振わずかに5個というところに今日のこの勝木投手の苦しい投球内容が伺えます、はい、やはりねその普段通りでないその心境といいますかね、気持ちがねやっぱり智弁和歌山の打線を抑えてやろうというね気持ちのピッチングがねちょっと空回りしてたかなというねここまでね、まだゲームは再開されそうもありませんね。まだ柳川高校のキャッチャーの永瀬は三塁側ベンチから出てきません。あ、この拍手です。柳川の瀬キャッチャーの情報が入りました。顔面に送球が当たったことは確かなんですが、出血していてまだ血が止まらないという先ほどの情報でしたが、当たった場所が確認できませんが出血が止まったということで戻ってきました。そうですね、さあずいぶん長い間がありましたが、このまま川中さん、両親にとって、私はね、和樹君にとっては良かったと思いますよ。良かった、はい、ここでね、やはりやや冷静を取り戻してほしいんですよね、そしてこちらも左すねを痛めましたが4番の池辺がバッターボックスに入ってワンアウト一塁三塁、柳川の内野は中間守備、あ、いや、ヒヤッとしました。この守る体勢はどうご覧になりますか。これやはりね、その池部君がね、やはり浅い守りですとね、内野を抜かれると、ははそういう確率が高くなりますんでね。さあしかしこれショートセカンドでバックホーム間に合うかどうか、ですからね、早い打球ですとセカンドダブルプレーでしょうね。ダブルプレー体勢ですが、まあ、あの左のすねを痛めているという池部でね、はい、果たして全力疾走ができるかどうかということもありますが、しかしこれはある意味では大きな、ま、言葉は悪いんですが賭けになりますね。守る方も三塁ランナー帰ればさよならです。依然としてショートセカンドはいわゆる中間守備というよりもほとんど定位置に近いというか若干浅めになってますね。若干浅めの守備ですよね。そのショートへ間に合うか、どうだ、アウト。まさに間一発アウト、はい、いやショートの池田君がねちょっとでもそれたらセーフですよ。そうですね、よく投げましたね。よく投げました。再三申し上げたがショートはいわゆる中間守備若干浅め、
で本当ですね、一番俊足の尾関タッチアウト。しかしタッチしたというよりもミットで取ったところにランナーが来たというね、いいボールだったですね。しかしまだサヨナラのチャンスが続きます。5番キャッチャー後藤です。この空振りで今度は三塁側の柳川のアルプススタンドが大歓声。先ほどはストレートをセンター前に弾き返されました勝木。外野は当然バックホームを狙って若干浅め。もう頭の上を越されたら仕方ありません。今川中さん変化球ですか、はい、変化球ですね、変化球ですね、ただこれまでのあのキレ、はい、3回戦までの変化球のキレから言いますとね、ただねコースは良かったですよ、あれが内側から入りますとね、弾かれますけどね、これ2-1と追い込みましたからね。そうですね、ここは慎重にいかないといけませんね。あ、今タイムを取ってと言いますかキャッチャーの永瀬を呼んだんですね、はい、勝木が、今自分から呼びましたね、まあ、当然次の球だと思うんですが、はい、ここまでは夏の甲子園も追い込んだらストレートもありましたし、キレのいい変化球カーブもありました、ナックルもありました。ただ今日はもう一つ追い込んでから変化球で三振を取る場面はほとんどありません。5番後藤です。ストレートですか今。いやいや今のも変化球ですね。変化してますか。127キロ鋭く変化しています。後藤に対してはすべて外ですね。そうですね、内側いわゆる内角は1球もありません。ただね2エンド1からね、どんどん来てますよね。来てますね。もう少し低めにね1球外してもいいんですけどね、変化球でね。変化球しのいだ勝木。斉藤さん今はねカーブが抜けてきましたけど、高めに抜けた分良かったですよ。逆に、あれがねもう少し中に入ってきますとね、良かったですけどね。第1試合青森光星学院とこの両チームの勝者、第2試合が東海大浦安と育英です。ピンチをしのいだピッチャーの山野からです。打順は6番です。9回終わって138球投げました勝木。次が140球目。顔を見ていますと、顔つきを見ていますと若干こう疲れというものが感じられてきました、感じられてきましたね、どっかそのバランスを崩してますしね。そうですね、いやちょっと投げにくそうな感じですね、明らかに表情から伺えます。11番をつけました浜崎投手が投球練習をしています。一発狙った、まあ一発と言いますか思い切って振っていった。そうですね、昨日の PL 学園戦2打席連続のホームランを打っている山野。見逃し、
何か今のはチェンジアップのような効果がありましたね。そうですね、本当にチェンジアップ気味の、ね、タイミングを外したね、まあ、変化球なんでしょうけどね、変化はあまりしてませんよ、はい、7番レフト井口です。1球2球といわゆると抜けてくる球ですね。そうなんですね、思い通りにボールがこう抑えが効きません、まあ、ストレートを、ね、投げたいんでしょうけどね、甘いところに行きますとね、今のようにあーノースリー、足を上げまして各バッターが思い切りこうバットに体重をかけてきますよね、はい、その今のは、まあ、ここで変化球投げるケースじゃないですからね、なんかそのどっか痛めたか、左中間は外野は非常に深い守りをしていました。ワンアウトランナー一塁、4打席目のツーベースヒットは夏の甲子園で4試合目初のヒットでした。8番の青山、ワンアウトからですがこの構えです。次は途中からライトに入っている北橋です。高島監督が分かりやすく指示をしました。昨日勝ちまして甲子園で35勝、まあ、これは奈良の智弁学園時代からですが、高島監督智弁和歌山を率いても優勝が2回あります。ラストバッターの北橋、ライトはこの位置、センターも当然これはもうバックホームの体勢を、また前に来ました、1、2歩前に来ました。レフト、どうもおかしい、おかしいですね、投手9回センターフライがありましたけども、ピンチを出しましたが、その時若干指先爪のを気にしながらベンチに戻っていきました、はい、いっぱいだ。これが今のストレートの最速でしょうね、まあ、この球速表示を見ますと、あるいは変化球かなと思うんですが、これ精一杯のストレートかもしれません ね、あとは低めにコースに耐えるだけ。勝木、今の表情でも完全に完全な状態ではないことだけは確かですね、はい、ですから低めを突くしかないですよね、はい、ワンスリーになって一塁ベースは空いていますが、次は1番に戻って尾関、これもいっぱい、まあコースがいいですからね、まあ、勝木君とすれば非常にその物足りないストレートですけども、まあ、まだまだねいいコースついてますよ、高め、もう130キロ台が出なくなりました。こちらは3人目の山野、
今セカンドランナースタートしましたか。はい、しましたね。セカンドランナーはですね、2エンド3で、まあ今ちょっとボール気味だったんですけどね、ストライクゾーンに来たらね、当然走っていいケースでもあるんですよね。一方で帰りたいですからね。今度は走らず、しのいだ。なんとか。ですから今日はね、そのややその変化球、これの決まり方がね、いつもと違いましたよね。しかもこの回は1番からです。ライトエビスワンアウト。勝木投手もストレートは120キロ台が精一杯、まあ、これはベンチにいる選手ですので我々あの取材ができませんので、はい、あの想像で物を申し上げるしかありませんが、爪かあるいは豆か、はい、おそらく右手に何らかの、そうでしょうね、まあ、異常といいますかね、アクシデントがあの今抱えているんだと思います。ただね、勝木投手はですね、そういう素振りをマウンドで一切見せませんよね。立派ですね。もう延長に入る頃から130キロ以上のストレートが出なくなりました。ついに160球を超えています。あとは日頃の投げ込みの成果をコントロール、そして低めに投げること、これにかけるだけです。そうですね、斉藤さん、それとあともうバックを信頼することですね。そうですね、打たせて取るということです ね。後ろにキャッチャーは前にいますが、後ろに7人の野手がいます。そしてベンチにも7人の選手がいます。したがってその変化球が思うところに決まらないけれども、変化球も交えながらね、緩急、はい、襲いながらも緩急というのは必要ですからね。それで打たせると、際どい、選んだ。サヨナラのランナーが出ました。デッドボールはありましたが、初めてのフォアボール。いいコースだったんですけどね、勝木とすれば精一杯の投球だと思いますが、投球練習は11番は浜崎投手、昨日の瀬戸内高校戦2人目のピッチャーとして投げていますが、なんといっても柳川の大黒柱は勝木、そしてホームランを打った3番の竹内。そして記録はパスボール、あるいはサイン違いなのか。きっとサイン違いでしょうね。ただ川中さん、はい、延長に入ってからずっと見てるんですが、明らかにもうナックルは投げてませんね。投げてませんね。指の状態でおそらくナックルは投げることができないと思います。ほとんど大きな変化球は投げていません、勝木。あっと言っていましたら、ストンと落ちました。今のはよく落ちました。落ちましたね。ここは一塁ベースも空いているんですが、やはり9回と同様、竹内と勝負。センターへ、浅めだった、追いついた。ランナーはタッチアップはできません。
ツーアウトランナー二塁。ここもベースが空いていたんですが勝負をしました。そうですね、もうフォアボールで出すのは嫌だと、こういうね、もう徹底的に勝負ですね。この夏は誰にも負けたくない、どのピッチャーにも負けたくない勝木亮太。春同様準々決勝でこの智弁和歌山と対戦しています。4番の池部です。ですね、低め低めとね、ノートになりましたが、まあ、歩かせてもいいケースですけどね。アルプスもそしてベンチも祈ります。いいコース、いいコースですね。今のは変化球だと思いますが、もうあの3回戦までの鋭いキレというのはなくなってきています。まあ、おそらく指先に異常があるんだと思いますので、思ったようにボールが投げることができません。一塁ベースは空いていたんですが、本人はこのフォアボールが悔しそう。まあ、いかにも負けん気の強いピッチャーの勝木亮太。またサヨナラのチャンスに5番の後藤回ってきました。9回のセンターフライはサヨナラの場面でしたが、ここ後藤君力まないことですね、はい、あ、出た。さあランナーは三塁を回った、回った、バックホームできない、サヨナラ。延長11回、智弁和歌山サヨナラ勝ち。準決勝進出を決めました。ついに11回力尽きました勝木投手。選抜でも敗れた智弁和歌山にこの夏も屈しました柳川高校、初のベスト4進出はなりませんでした。3時間選抜同様1点を争うゲーム、見事な準々決勝でした。去年に続いて準決勝進出を決めました智弁和歌山高校、これで明日佼成学院との対戦が決まりました。側に向かった智弁和歌山ですが、三塁ベンチの柳川高校にも大きな拍手が今送られている甲子園。
こちらは一塁側のアルプススタンドです。 C の一文字が弾んでいるように見えます。6対2からの逆転勝ち、結果的にはセンバツに続いてあと1点及ばなかった柳川、今回もまた智弁和歌山に敗れて準決勝進出の夢は絶たれました。しかし拍手がナインの素晴らしい戦いぶりを表しています。いや本当ですよね。何か勝木投手だけが呆然としています。おそらく放送席で想像ですが、何か指先にアクシデントがあったことはもう明らかです、ね、もう急にね、ボールが遅くなりましたしね。そうですね、だからその中で、ね、9回10回と、ね、耐えてきたんですが、よく投げましたよね。投げましたね。3年生の勝木亮太、また好投手が1人、最後の夏甲子園を去っていきます。